けなくなってしまった僕の心のように、この大きなシャツを借りて過ごしたあの夜、恋人もどきの関係もああ戻らない。夜中のコインランドリー、一人きり静かなひととき、ぐるぐる回る窓を見つめながらながら、ドラマのような恋愛期待なんかしてはいないけど、終わり淡い香りに包まれながら、君は何を思うの、僕は君を思うの。曖昧を求めてたはずなのに、会いたいを求めてしまった、この思いはどこに行けばいい。曖昧が好きだったはずなのに、愛されたいと願ってしまった、この思いも流れてしまえ、洗濯物に紛れちゃえ。ありがとうございます。コインランドリーでした。5月27日にリリースされるので、ぜひ楽しみにしててください。